第1ラウンドのゴングが鳴り響きました。深く礼をした両者、まずは手を取り合って投げに行こうという。森崎投げていった、力づくで倒していきましたね。すごいですね。やっぱなかなかあの力づくで来られるとこらえきれませんか、あれ、うん、さあ上に乗りかかろうというところですが、これは香織選手がいきますね。やっぱり身長差が若干ありますからね。そうですね。なんか、技が出そう。技が出そうですか。さあ立ち上がる森崎、上からどうするか。足を取るぞ、足を持って返していく。さあこれはどうだ、レースクイーンの体がしなる。ちょっとなんとか逃げて返していった。この辺はなかなか粘り強いですね。だいぶ皆さんで練習されるんですか。練習しましたね。あ、そうですか、うん、あの肩の方に青技がありますよね。あの右の肩ですよね。あれ練習で作った技なんですか。あ、そうです。あの、あと足を両者ともに決め合ってるがどうですか。森崎の方がだいぶ決まってるんでしょうか。ゆき選手はもう今回2回目ということで、はい、ね、2回目だと結構慣れるもんですか。そうですね、まあでもやっぱり緊張しますよ。はい、そうですか。まあ、最初にいい具合に立ち上がれるとね、はい、いいのかもしれませんね。そうですね、乗っていけるのかもしれませんが、はい、さあ上から乗りかかる森崎。さあ完全に腹部に乗ったマウントポジション、肩を押さえ込んでいこうというのか。すごいハレンチですよ。ハレンチですか。はい、びっくりですよ。結城姫のからハレンチという言葉が出てます。残り30秒、第1ラウンド残り30秒です。起き上がったがしかし首のあたり押さえている。おっと体勢入れ替わるか。体勢は入れ替わるか。おっと首に手が回っていったぞ。スリーパー入るか。ちょっと腕をしかし取られてますね。さあ第1ラウンドまだ時間があるか。さあそろそろ時間がなくなってきたぞ。いやちょっと今決まりかかったかなという感じね。レディー、はい。第1ラウンドの激しい攻防、そして第2ラウンドに入ってそろそろ疲れてくるんでしょうか。腕を振り回しながらセコンドから倒していこうという指示だったが、足を取っていったのは森崎だ。森崎が倒していった。上になるか、どうだ。これやっぱり上に乗られると苦しいですかね。全然動けなくなっちゃうんですよ。まあ、おっとカウント1、カウント1。危ないよ、危ない。おっと腕に、腕が手に回っているか。しかし半身の体勢だ。ちょっと正体してしまった。これやっぱり下になってる時間長いとスタミナ消耗するんじゃないですか。なんか動けば動くほど何もできない。あ、なるほどね。動く分だけ疲れちゃうというようなそういうところあるんでしょうかね。さあそしてあっと体を入れ替えて上に乗っていこうという森崎だ。赤い水着の森崎が上になろうというところ。黄色い水着の香り脱げそうに、香り恵子が今ちょっとお尻のあたり直しましたね、一瞬ね。あなたちょっと気になるでしょうね。カメラが欲しい。カメラが欲しいですか。何をするんですか。ここからこう撮っていきたいという、はい、はい。さあ一旦立ち上がった両者、あと中央から仕切りなし、飛びかかっていくぞ、飛びかかって引きずり込んでいく森崎。1分経過、残り1分です。さあ一旦立ち上がって腕を取るのか、後ろに回り込む。スリーパーに行きたいところだが、しかし香織恵子も懸命にこれをこらえます。腕を外していった。どうですか、結城さん、激しい攻防になってきましたね、本当にね。もう女の戦いですね、もうこれは。やっぱりこう執念みたいなものありますか。執念ですね。女性は結構負けず嫌いなところありますよね。そうですよね。さあ、残り30秒だ。やっぱりあのマットに上がる前までは結構ね、皆さん笑顔で話してるんですけど、いざこう始まるともう闘志ですよね。まさに闘志むき出しです。さあ後ろから腕が首に絡みつく。残り15秒ちょっと時間なくなってきましたね。決められるのか森崎。ちょっとしんどくなってきたか香織恵子。水着もちょっと危ないですか。しかし立ち上がったところで、ここで今危なかったですね。もろに首に入りかけましたよ。あらららら、ね、えちょっとやはり森崎選手がちょっと押し気味ですかね。
めました、始まりました。足をかけて倒そうというところでは、いや倒りけんを倒していった。いや倒していきましたよ、すごい返していきましたね。今ね最初あれで倒されてたんですけどね、何かアドバイスがあったんじゃないですかね。あーセコンドからね、セコンドから。さあアッツを背後に回り込んでいくよ、首に手が回る、スリーパーに行くのか、スリーパーに行くのか、さあ引き倒していった、回りきってないか、どうだ、体回していって反転反転、さあどうだ、あ完全に腕回ってますか、ちょっとロックが甘いでしょうか、どうですかね、見づらい位置にありますが、あ苦しい、あっと入ったか、入った入ってるぞ、タップしたタップした、タップしました、タップしました。初参戦タオリ稽古を見事に先輩森崎愛が下しました。やっぱり先輩のが強いんですね。そうですよね、第3ラウンド44秒で森崎愛が勝利です。